サッカー界の監督といえば、先日ロシアワールドカップで日本の指揮を執った西野朗監督がタイ代表の監督を解任されましたよね。結果を出せば名将と称えられる監督業ですが、厳しいサッカー界で結果が出なければクビになるのは当たり前。今回もそんなクビになった監督たちの解任前と解任後の成績を比べてみました。釜玉アレサヌキの上野山信之監督は3月31日に辞任という形でチームを去りました。今季から GM 兼監督としてチームを指揮しましたが、開幕から2連敗0得点とまさかの結果に終わり、わずか2試合でチームを去る決断をしました。そんなサヌキでしたが、新監督にはかつて J1 清水エスパルスでも指揮を取った経験のあるゼムノビッチ監督を招集しました。クラブ発足以来初の外国人監督ということもあり、大きな話題になりました。第5節の鳥取戦から指揮を取り、初戦は敗れてしまいましたが、次の沼津戦に今季初勝利を挙げると、続く今治、盛岡、鹿児島と開幕から5試合で2勝2分け1敗と、一度はチームの立て直しに成功したかと思われましたが、その後は1分け2敗と再び低迷。現在も14位と最下位が近づいている状況に。かつては J2 でプレーしていたサヌキも、ここ数年は J3 で下位と J2 復帰の兆しが見えない厳しい状況。岩本和樹や中村俊太などの優秀な若手選手が多いだけに、今後の飛躍に大きく期待していきたいですね。ここまでご視聴ありがとうございました。監督交代シリーズ人気なので今後もたくさん作っていきますね。この動画が良かったらチャンネル登録といいねボタン、 Twitter のフォローなども合わせてよろしくお願いします。